はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。高橋みともです。今回の動画は街を拡張しようパート2でございます。わーい。パート2やっていきましょう。昨日上げた動画よりも変わっている部分が多いの分かるでしょうか。まず見てもらえば分かりますね。まず、いろいろ木削ったり土削ったりしました。湖の方まで、海方面まで広げるよって言いましたけど、広げますが、昨日広げないよって、なんか眠たい声で言ってましたよね。断言しますが、広げます。ただ、中途半端なやつあるでしょ。そのシリーズ、なんないために、あれしておりますと。基本無駄と同じ高さで作っ、ランサリーで作っていきますけど、大体は無駄の高さを合わせますが、じゃないところ、こういうエリアに関してはちょっと、低めに作っていきたいと思います。で、今整地疎通を今お送りしてます。今日は5月13日です。多分言っときます、ヤヤのごとくの動画が上がると思いますけど、音入ってませんけど、お察ししてください。片方の湖につけばいいんですけど、こっちはもうつくと思うんですけど、なんとかすればそこまで。なんで広げるかっていうと、いろいろ畑とか作りたいからです。自分の、あとは家とかね、確保したいために、ちょっと裏で黒曜石を集めてました。多分これ、どっちみちの拡張しなきゃいけないんですけど、後ろも。それは、進行状況を近く、まだ見ますからね。でも、まず、この中ってラセブ入ってくれる人いるとは思うんだけどね。いねえんだよ、本当に村人が。で、どこに固まってっかっていうと、こっちなんだよね、鍛冶屋。そこら辺なんだよ、正直集まって。とにかく、整地しないのに、多分ね、これ袋出そう。昨日自分の家に設置し、もう自分の家作っちゃって、もうそして隙間を設置すればいいんだわ。で、あと黒曜石で周りやっていけば早くねえのだね。じゃあちょっと家作ります。わけあって、いろいろと凝った形跡がすごいです。ちょっと袋足してストックしたいと思います。ダークオークの木をね。
ルと言います。あ、袋切り始める。あ、これは混合豆腐、混合豆腐系のやつは本来あのワールドか、あのワールドでいう豆腐モットで出さないといけないんですが、あの訳あって出してます。これは使っちゃうの、うん、鉄扉はいいや。多くの球ストック上結構あるんで、あと作りながら、うぬちさんの裏話的なちょっと小話コーナーを、あの言うごとくその極みつの音声取れなかったのはあのやっちまったなぁなんですが、仕方ないんですよ。リアル主さんがお忙しくてびっくりしました。録画したらあれって、一応グランクリエイターと普通のやつ、新グランクリエイターと三つ商売アイランドを新の方ですねをやりましたので、それが今日と明日にわたって配信される予定です。ちなみにこれは今日作って13日作って、それを、13日分として出します。今日の間に合えば20時までに出します。間に合わなかったら、飛びますけど、水曜日だから多分木曜日前後かな。ちょっと袋大量に用意しますね。この辺がいいんじゃねえかな。木材大量に作りながら、足りないね。では。とにかく撮影をちょっと方法を変えてますけどね。でもたまにちょっとプレスさん歌いながらやるのもいいかなと思ってんで、ちょっと歌わせていただきます。Go バサスバサスゼリーゴーです。バサスゼリーゴー。ぬててはかのひきとん。始まっていたデスティニー。僕らは受け借りしない。終わるのこの未来を見た。心が浮くしてる。すべての仲間と、バスター、すんごい、レッツゴー。バスターズにゴー、すべてにジャンジェジソン。愛する世界に、不思議な世界に、映さないで、ターゲットロックオン。ひねつぶしすとちそんさいたいうすとげひねつの最前線やさんかよ匿名戦隊ゴーバスターズ。
悲しみせに通して6月の誓った僕らは先に止まるよ。どんな術でも封じるため、どこから敵に絶対抜かせない。バリケードスクランブル4-2-3-1レッツゴーバーサーズでいこう。スルスタンスのセストラルフィールドのエラモンウスレスリンスのネイゼターゲットロックオンウスドクシスドシーサイトバスターズウスドスレジナフンドクシャサンヨントスメイセンタイゴーバースターズ。あんまり歌声見せない人です。歌わないとそんなんです。今回拡張兼自分の絵を作っていきます。作り終えたら終了です。僕たちが繋いでる時を離せる時まで消えた戻るよ。ちょうどいう時間を一つずつ積み上げ、どうぞ自然に届くように。あさって行こう。自然に寝るそう。この世界に無線に、そして映さないで全然と普通に一度押し返せない。求め無事の最前線ちょっとニョーストの爪全体オーバーサーズ。久しぶりにゴーバスターズ歌ってみましたけど、多分間違ってます。歌詞途中間違えた自信があります。で、その歌ってみ歌うのはいいんですよね。ちょっと訂正しなきゃいけない、その夢が如くの配信のお話なんですけど、途中音声はいいんですけど、動作が重くなってるんで、それだけはお察ししてください。なんでかっていうとね、撮影が間に合ってなかったからです。何が間に合ってなかったかっつうのはさせてください。おぶあしさんはね、本当にね、ちょっとゾッとする話ちょっとだけさせてください。これ某撮影撮影はしてなかったんですけど、マジで土曜日、土日だったんですよ。なんか頭の方が暑いなと思ったんですよ、その日。普通に風邪ひいたとかじゃなくてですよ。
ね、そうしたら普通に頭からね、ああちちちちって言うのと、えって思いました。マジで言ってんのって、なんか頭の方が火事になるような、頭火事になったんじゃないかなっていう、なんか匂いしてきて、えって思ってみると何にもなかったりとか、怖い話です。これを土日に体感してからウプニシさん火怖くなりました。土地しかいいよってなって、そうよくで進めんしん、一応これポツ動画じゃなくて普通の、あともう一つ何か歌いますかね、歌ってか、ゴジさん歌ってみた動画見るんでね、お楽しみにください。間違いだ。あと整地して作りますけどね。ただいまおうち作りなのです。
この高さに。よいしょ。と秘密兵器の温泉を用意して喋ったりする、察してください。
の土台作ったら今日終わりです。土は水じゃない畑の時に使う予定です。結局どっちみち水じゃねえ土結構必要だったり、だいぶひでえな、だいぶ広いお家になっちまったな。
多分これスタックスたまるね。ただいま家作りです。家の土台作りです。次のパートでね、家の完成と一部拡張を見せたいなと思ってたりもなかったり。じゃあか、じゃあ使いません。この丸い四角ってあるエリアは使いません。ただ、村の合わせるためにあれしたりはしますけど。袋ちょっと追加させてもらいます。
シーズン温泉ユニットをちょっと3つ追加させてもらいます。大体お風呂の位置を決めて、あとちょっと時間かかりそうなので、前後編でお送りするので、で、後編をお楽しみください。パート3の後編になりますので、お楽しみにしてください。ということで、一旦終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。